はい、それでは今回も Google マップの楽しみ方について動画を撮ってみようかと思います。今お示ししているのは岡山県のですね、笠岡のあたりなんですよ。で、笠岡っていうと海側をイメージする方が多いと思いますけども、ちょっと山の方になりますね。こんなとこです。はい、でぐーっと開けていくと、実はね、今日のなんだこりゃの1点目、菅原神社ってところがありますでね。この白いビニールハウスの屋根みたいなものは何ですかね。ここもだから更地が結構多いですよね。まあ、そんなことを気にしながら菅原神社をクリックすると左側にデータが出るんですけども、神社っぽいところはないばかりか衣料品店って書いてますよね。岡山県笠岡市吉田っていうところです。細かい番地などはありませんから、まあそういう地区なんでしょう。で、ここをクリックしてみますね。はい、菅原神社がないばかりか衣料品店らしきものもありません。だから菅原神社、もしかしたらこの辺りにあったのを移転したのかもしれないですね。で、衣料品店は全然見えません。そればかりかバラックとか空き家っぽいお宅とかがパラパラと見えて、で、あの上空から見た白い屋根は多分これでしょうね。これ何だろう、鳥小屋かなんかですかね。なんか畜産をされていた名残みたいなのが見えます。はい、何なのかははっきり分かりません。現地に今度行ってみますね。で、桜がこれバーッとね、山桜咲いてますね、ここね。なかなか景色のいいところで、太陽光パネルも見えませんし、私はこういうところをね、トラさんの格好して歩いてみたいですね。実際今度ロケに行っています、トラさんの格好で。はい、で、これが菅原神社ということだったんですけども、神社も衣料品店もないなってとこですね。で、次はちょっと離れたところに西山製帽所ってあります。だから帽子を作ってる会社なのかなと思いますので、こうクリックしてね、やっぱり近づいてみようかと思います。製造元ですね。この場所は営業終了している可能性があります。岡山県笠岡市吉田170-1ということなんで、住所がありますから何らかの商売をやっているところ、もしくはやっていたところなんでしょうね。で、データクリックしてみると写真が出てきます。あ、普通のお宅みたいですけども、まあ、こういうところでね、帽子を作っていても何の不思議もありません。ちょっと大きめのお宅ですよね。あ、結構いい車が止まってます。はい、それで反対側行くと、あ、ここだ。工場みたいなのがありますね。で、これはなかなか大きめの車ですね。日産のなんか車じゃないですか。これがだから帽子の工場なのかもしれないですね。ちょっと今となっては営業してるのかどうか分かりませんけども、かつてはね、帽子産業をこうやって支えてくださっていたんでしょう。で、この狭い道路で納品の軽トラックかなんかが行き来したことが目に浮かびます。なんかこう独特の感慨深さがあるわけです、こういうのを見ると。で、帽子ですね。それから他になんかないですかね。あ、岩原山冒険遊び場っていうのがあります。ここクリックしてみましょうか。どんな遊び場なんでしょうか。人類の公式サイトがありますね。ちょっとこれクリックしてみましょうか。人類の公式サイトね。ああ、あったあったあった。岩原山冒険遊び場ですね。時間は10時から15時。毎月第3日曜日にやってると。伊原山っていうんですね。岩原山じゃなくて伊原山。これなかなかうまいことまとまってるサイトですね。これいいじゃないですか。子供の遊び場。遊び場ってなんだっていうかね、書いてますね。よくまとめてますね、これ。あの、人類のサイトってね、使い勝手はそんなに良くないんですよ。ただし初心者の方がこう仮のホームページ作るにはね、ものすごくうってつけて無料なんですよね。私もね、もう数百個以上このサイトで作ってきましたけどもね。あ、ダウンロードもできるんですよ。そうそう、ダヴィンチの橋。あ、ちょっともうデータが読み込めないところがありますけど。で、主催されてる方、東馬場翔吾さん、設立が2003年ということですね。役員5名。へえ、なんかいいですね、こういうのをね、
地域の子どもたち家族のために作ってくださってるって方がいるっていうのね、それがねあんまり知られないところを私がこうやって取り上げてるっていうのがなんかねご縁を感じます。ブログもある。あーブログね、最新の更新2021年になってますね。うん、お問い合わせもできると。はい、まあこのサイトはいいでしょう。写真がなんか投稿されてるのかな。あ、口コミがある。口コミが4年前、7年前、4年前、6年前ですか。はい。いいですね。で、ちょっと写真を見てみますと、まあ、壁で囲ったりはしてないけども、この辺で何かイベントをやりましょうって感じになってるんですね。この山道の一角で。なんかはっきりとしたコテージみたいな建物があるわけでもなくって、本当道路の行きすがらっていうところですか。ああ、でも景色がいいですね、こっちの方も。はい、太陽光パネルも見えません。こういうね、日本の原風景、いつまでも残しておいてもらいたいなと思うもんです。桜もパーッと咲いててね。ここはその遊び場で遊びながら、ザ・日本もこうやって楽しむことができる。いいじゃないですか。ね、電波もこうやって広がってて美しいですね。笠岡いいところが多いんですよ、ね、遊びは。あ、太陽光パネルだ、ここニック機太陽光パネル。まあでも土地を持ってる方はね有効活用したいですからね。そこに弱みをつけ込むように太陽光パネルのねウイグルの強制労働がちらつきますが、どうでしょうかね。はい、まあそんなとこですか。こっちの山奥の方にずっと道路が伸びていってね、ここに隠れ里みたいな集落が一定あって、さらに行くとなんか山に道は消えているみたいなところもなんとなく興味深いですね。ここら辺は原付で行った方がいいかな。ちょっと面白そうですね、ここもね。今度行ってみたいなと思います。はい、それじゃあね、今日はこんなとこです。